上田市は真田一族発祥の地として知られ、大河ドラマ真田丸の放送を機に市内外の皆さんの真田市への関心も高まっています。このコーナーでは市内に残る真田市発祥の地ならではの文化財ゆかりの地などをご紹介してまいります。なお、このコーナーは広報上田毎月1日号や上田市公式ホームページにも掲載してお知らせしています。そちらもぜひご覧ください。今回は上田藩主居館跡ほか上田城下町に残る文化財についてご紹介します。真田昌幸や信幸が整備した城下町、特に信幸は現在の雲野町、原町の町割りを整備するなど大きな功績を残した人です。今回は城下町に目を向けてみましょう。上田高校には古い大きな門と水をたたえた堀があります。これは高校の敷地が江戸時代には藩主の屋敷地だったからです。藩主屋敷は城の本丸に設けられるのが一般的ですが、慶長5年1600年関ヶ原の戦いの後、昌幸の上田城は取り壊されてしまったため、後を継いだ信幸は三の丸に屋敷を作りました。信幸に代わって藩主となった仙石忠政が上田城を再建しますが、藩主屋敷は城内に移転されることはなく、そのまま幕末まで使われ続けました。なお、明治30年頃まで残っていた旧藩主居館の建物ですが、解体・撤去されてしまいました。なお、玄関は火事町の本陽寺に移築されて現存しています。表門を挟むように残る堀と土塁は、信幸が屋敷を作った当時の面影を保っていると考えられます。また、表門は寛政元年1789年に火災で失われた後、翌年に再建されたものです。前面に4本の太い親柱と呼ばれる柱が並び、中央に大扉、両脇にはくぐり戸がついています。後ろ側には左右の控え柱を通し梁でつないでいます。これは薬衣門と呼ばれる門の形式です。土塀も文久3年1863年にそれまでの竹のやらいと呼ばれる柵に変えて作られたものですが、その後何度か改修がされています。こうした江戸時代の遺構が残る学校は全国的にも珍しく貴重なものです。なお、清明小学校の敷地もかつては中屋敷と呼ばれた真田氏の居館跡でした。現在も学校の周りに地下に堀が埋まっていることが発掘調査から分かっています。正幸らが城下町を整備した時に建てられたお寺や神社も残っています。上田城の鬼門除けのために海禅寺や八幡社が置かれ、元行寺は城下の整備のため現在地に移転しました。お寺や神社は城下町を守る上でも重要な役割を果たしていたのです。また城下の寺では真田一族のお墓が大切に守られてきました。大林寺には
正行の正室鑑賞院、大河ドラマで薫と呼ばれていた女性がこれにあたります。また宝泉寺には信行の正室小松姫のお墓があります。そして正行が上田城を築くときに地固めの祝いに舞ったという時田寺氏や坊山寺氏、こういった獅子舞が地元の皆さんの手で大切に受け継がれてきました。このように上田城の周辺には真田一族ゆかりの文化財がたくさん残っています。こうした歴史遺産を私たちはこれからも大切に守っていきたいものです。上田城にやってきました。これまで1年間真田丸の放送もありまして、真田氏関係の史跡についてご紹介してまいりましたが、最後はやはりこの上田城、真田氏ゆかりの上田城で番組を締めたいと思います。今私が立っている場所は、天ヶ淵から櫓をご覧いただくと、一番、素敵に見える場所ではないかというふうに感じている場所です。今回は上田藩主居館跡、ほか城下町に残る文化財についてご紹介してまいりました。上田市内にはこの他にもたくさんの真田一族の足跡をたどることができます。皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。広報上田では平成24年7月1日号から、行政チャンネルでは平成25年2月から上田のお宝発見と題して、市内に残る国・県指定の文化財、そして真田氏関係の文化財についてご紹介してまいりましたが、今回をもって終了とさせていただきます。大勢の皆さんからいつも見てるよと声をかけていただき、私たちも大変ありがたく、また身の引き締まる思いで番組制作をさせていただきました。固いイメージのある文化財ですが、この番組が大勢の皆さんに市内の歴史や文化財に興味を持っていただくきっかけになったとすれば幸いでございます。今までご覧いただいた皆さんに対し、これまで制作に関わった職員一同、御礼を申し上げ最後のご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、どうもありがとうございました。いやー、なんかすごい嬉しいです。ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今残っているものから当時をこう、こんな感じだったのかなとかっていうふうに考えて、そういった史跡巡りをするのが、私はとても楽しいというか、多分今お越しいただいている皆さんもそんなような経験を史跡に行ってされるのが一番面白い経験なんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんかやっぱり文化財とか歴史っていうとちょっとね固いイメージがあるんですけど、そんなことをこうやって史跡巡りの中で、ちょっとこう柔らかく経験してもらえれば、私はすごくこう文化財って面白いものじゃないかなっていうふうに思います。